皆さんこんにちは。8月2日秩父もてなし TV、 小泉智美です。さあもうそろそろですね、ぶどうの季節になってきますね。はい、なんかぶどうというと秋の味覚というイメージありますが、8月を過ぎますとぶどうが収穫できるようになってくるところもあります。そして注目していただきたいのは秩父山ルビーという秩父オリジナル品種のぶどうがありますので、ぜひねそれは食べていただきたいなと思います。皮ごと食べれて、こうサクサク食べれるのがポイントなんですね。ぜひ早めに皆さんチェックしてください。食べれる期間が、ね、短くなっていて、外にもなかなか出回りませんので、いろいろなぶどう園さんとかチェックしてみてください。さあそれでは今日のラインナップをご覧ください。さあ8月2日のラインナップ、まずはワーケーション最前線イン秩父が行われました。秩父再発見フェアの皆の編が千葉さん商店で開催されました。家庭用防犯カメラ設置費の補助金は市役所インフォメーションの PR。 そして最後、8月13日肉フェスのお知らせ。今日は以上のラインナップでお送りします。さあまず今日最初の話題は、地域都市部のワーケーション推進者実践者同士でつながり、新しい価値を創造し享受できるウェルビーイングな社会を実現しませんかということで、観光庁主催のワーケーション最前線 in 埼玉秩父が行われました。ワーケーションとは仕事のワークと休暇のバケーションを組み合わせた造語で、観光地やリゾート地など普段のオフィスとは離れた場所で休暇を楽しみながら働くスタイルを言います。ワーケーションの普及定着につきましては、これまで活用が十分でなかった平日の旅行需要を喚起するものでございまして、コロナ以前より横ばい傾向であった国内旅行市場を拡大傾向に転じさせるための重要な取り組みであるというように認識をしております。また働く場所や時間の自由度を高めるという観点からは、働き方改革でございますとか、あるいは企業の経営課題への解決、これにも寄与するものというふうに考えております。こうした考え方に基づきまして、今年の3月に閣議決定されました新たな観光立国推進基本計画におきましても、今後の観光政策の柱の一つである国内交流市場の拡大を実現するための方途として、ワーケーションの普及定着が明記されたところでございます。今晩は私どものモデル事業として昨年度採択させていただいた秩父での開催でございます。ここ秩父エリアにおきましては、都心から近いとこういう手軽さを武器に、幅広い用途に合わせたさまざまなコワーキングスペース、宿泊施設の整備でございますとか、秩父の魅力を生かした魅力的なワーケーションプログラムの造成に精力的に取り組んでおられます。イベントでは観光地におけるワーケーションのメリットや取り組みが紹介されました。基調講演では企業におけるワーケーションの導入効果として、国与株式会社の新井氏によるワーケーションを通じた働き方について、実際に国与のスタッフにワーケーションを体験させたところ、新しい出会いや心の余裕からワーケーションを得たスタッフはキラキラして仕事への取り組みも積極的になったと話していました。その後パネルディスカッションでは、秩父テレワーク協会代表理事の井出浦氏が登壇し、秩父でのワーケーションの魅力などを話していました。一緒にこう、踏まえながらですね、秩父から秩父へ気楽に来れる、まずスタートのワーケーションを体験してみようという人に、まあ、来ていただいて、その後鹿児島県だとか。さあ続きましては、以前紹介しました地場産商店の秩父再発見フェア第1弾皆の編が7月22日23日に開催されました。すべてオリジナルのスパイスを使ってるんで、全部自分で調合して、でお肉は全部自分で骨を抜いて、究極の究極です。はい、ベーコン。はい。うん、おいしい。うま。あ、そんなしょっぱくない。はい、でも焼いた方が美味い。こちらのお店なんだけど、見学味噌っていうお店をやらせてもらった団子になります。ほどさんとか、うちお店がいろいろあって川越にもあるんですけど、そうなんです、はい、大変好評で、はい、売れてる団子で、食感も良くて美味しいので、ぜひご賞味ください。
ょっと熱いかもしれないですけど。うまっ。おいしいですか。めっちゃうまいです。めっちゃうまい。パン屋ココさんは商品の出店のみになりましたが、自家製チャーシューサンド、どんなお味がするのでしょうか。食べてみたいですね。これは安納芋のあんこを挟んであります。あのパンとパンに挟んで揚げてあるんですけど、揚げサンドになります。はい、いらっしゃい。まあ、絶対これ飲もうと思ってて。ミニのタンポテトで、ちょっと果肉も置きますので、はい、こちらは亀沢屋さんのなんちゃって味噌ポテサブレの販売コーナーですが、秩父おもてなし TV 味噌ポテサブレよろしく。まあ、今回は皆野町の魅力を再発見してほしいということで、いろんな皆野の事業者さん出店いただいたりですとか、まあ、皆野高校生も販売のお手伝いに来ていただいたりですとか、まあ、皆野のいいところを再発見できるところが、このイベントのいいところかなと思っております。続いて市役所インフォメーションのコーナーです。今日は危機管理課の坂本さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は家庭用防犯カメラ設置費の補助金についてお知らせしてもらえるということでお願いします。はい、秩父市役所危機管理課の坂本と申します。危機管理課から今年度から新たに始める秩父市家庭用防犯カメラ設置補助金についてお知らせします。秩父市での刑法犯認知件数は埼玉県内では少ないものの、年間200件以上発生しています。市では犯罪の発生を抑制し、安心安全な街づくりを推進するため、家庭用防犯カメラを設置する方に設置費の一部を補助します。はい、補助金額や対象者について教えてください。はい、補助金額は防犯カメラ本体を含む設置費用の3分の1で、上限額は2万円となります。また本体の販売元または設置業者が市内業者であることは問いません。補助金の対象となる方、対象となる防犯カメラの機能及び撮影範囲、補助対象経費にはそれぞれ要件があります。各要件についてはこちらのチラシに記載されている内容になりますが、秩父市のホームページ及び7月号司法にも掲載しておりますので、補助金の交付申請をご検討の方はご確認ください。すべての要件を満たしていて補助金の交付を希望する方は、申請書と添付書類の提出が必要です。申請書類は秩父市役所本庁舎3階危機管理課窓口で配布しています。またホームページからもダウンロードできますのでご利用ください。対象となる要件や申請書類の記入方法や添付書類などの詳細についてご不明な点がありましたら、危機管理課までお問い合わせください。申請の方はいつから行えるんでしょうか。はい、申請受付期間は8月1日から8月31日同日祝日を除く8時30分から17時15分までです。なお申請の総額が予算額を超えた場合は抽選を行います。この補助金を使って家庭用防犯カメラをつけた方は、秩父市防犯カメラの運用等に関するガイドラインの遵守をお願いいたします。また設置に関する苦情等は設置者で解決していただき、防犯カメラの適正な管理をお願いいたします。はい、防犯カメラの設置をお考えの方はぜひこの制度をご活用してみてはいかがでしょうか。今日は危機管理課の坂本さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ続いては PR 秩父のコーナーです。8月13日に肉フェスタが行われるということで、秩父飲食店組合青年部福島さんに伺います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
さあもう13日にリクエストを行うということで、はい、どんなイベントか教えてください。はい、去年もやらさせていただいたんですけども、そちらの秩父市役所駐車場の横、秩父公園内でですね、秩父飲食店組合青年部が主催という形で、肉をテーマに、オリジナルの料理をその日だけの提供という形で、皆さんで盛り上がっていただけたらなと思っております。はい、私もあの昨年も参加させていただきましたけれども、はい、すごくにぎわってましたが、今年も多くの出店があるんでしょうか。そうです、組合飲食店組合の青年部を中心に約11店舗、それと商人秩父商人仲間さんのご協力を、3店舗ほどで全部で15店舗弱なんですけども、とにかく去年はですね、まあ、コロナ禍の制限もありつつもすごく多くの人に来ていただいて、で今年もまあ、人でも多数来場いただけるんじゃないかなと思ってるんですけども、それ以上にプラス今回は花火を打ち上げると、はい、クライマックスで、夜祭り同様羊山の、お山のところから花火を打ち上げるイベントが、20時からありますので、夜間ですね、特に多くのお客様で賑わっていただけるんじゃないかなと思っております。はい、そしてあの日中からもイベントは行われるということで、はい、あのイベントというかあのステージパフォーマンスみたいなのもあるということですよね。はい、そうです、これは毎年あのステージトラックを用意して演者さんを呼んで、盛り上げていただいてるんですけども、今年は、13時、午後1時ですね、こちら寄ってもらっていいですか。はい、はい、はい、イベントタイムテーブルとしまして13時から、夜のですねずーっといきまして、20時まで、で20時から約 2,30 分間の間打ち上げ花火という形でやらさせていただきます。はい、はい、もうすごいたくさんの皆さんが出演者の方もいらっしゃって。そうなんです、ですね、演者さんも、あえてですね、まあ、秩父にとらわれず、埼玉県内または東京都内の方からいろんな方々を声かけさせていただいて、まずトップバッターがですね、クナのヒップホップキッズ、はい、お子様たちのヒップホップなんですけども、そちらを口火に、続きまして、ミサさん、シンガーソングライターですね、うん、はい、彼女も、セミプロというかでやられてる方で、都内の方でもちょこちょこライブをやったりだと、やっていただける方です。はい、で続きまして、こちらか、こういきまして、さやかロックハンさん、こちらがですねさやかグループさんの、方たちのバンドとなってまして、去年もいろいろ盛り上げていただいてすごく楽しいですよ、皆さん一緒に盛り上がりましょうという感じでやっていただいてます。はい、でその下がですね 3P&The Dolphin Man、 こちらの方たちも、はい、フッサ青梅を中心に活動していまして、なんて言うんだろう、すごく大人の魅力というかかっこいいんです。はい、この人たちも非常に楽しく盛り上げていただけます。はい、で続いてのお時間が、これがですね毎回毎回、埼玉県、中心部、埼玉市の方から来ていただいてるんですけども、琉球国祭り太鼓、すなわち沖縄のエイサーですね、うん、なかなかこう秩父、でですねエイサーを見る機会ないと思うんですけども、こちらの方々はもうトータル、秩父の方に4回目ぐらいかな、もうこのイベントに、連続でして出ていただいて、で本当に会場一体で踊ったりですとか、皆さんでこうカチャーシャーやったりだとか、そういったものも楽しめます。ぜひ皆さんもね一緒になって踊っていただければと思います。はい、はい、ということでもういっぱい盛りだくさん、最後はパフォーマンス、あのファイヤーダンスもあるんですよね。そうです、フラダンス、こちら秩父を中心に活動している牧浦さん、うん、それとファイヤーダンス、こちらもですね上尾市の方で活動しているアブソレイジさんという方たちなので、本当目白押しなイベントが詰め込まれています。はい、もうこれをタダで見られるっていうのがねものすごいイベントだなと思うんですが、はい、はい、本当美味しいお料理、そして美味しいお酒とともに楽しめるんですよね、はい、そうですね、やっぱりうちらの方の運営だけだと、なかなか大変な部分もありましたので、こちら今回はですね66社の企業様に、協賛をいただきまして、これだけの大きなイベントが、できることとなりました。はい、まあ、秩父を中心の企業様、また東京都内、横浜の方面、いろんな企業様がですね応援をしていただいてますので、とにかく、天気を
まあ、天気が、好天の場合は9月3日に変更なんですけども、おそらく13日で無事に終わるんじゃないかなと思っております。はい、はい、8月13日ってなんかすごく暑くなるんじゃないかなと思うんですが。そうなんですよね、お盆の真っ只中で、うん、まあ、特に今日もそうなんですけど非常に猛暑日が続いてますので、うちらからしても対策は十分に取ります。水分を、お水を用意したりだとか、大型のテントを用意したりもしますけども、やはり来場されるお客様もですね、各自熱中症対策をもとに来場していただければと思いますので、ぜひご協力のほどよろしくお願いします。はい、そして最後はね、フィナーレは美しい花火で、はい、はい、みんなで楽しみたいと思いますので、はい、ぜひ8月13日秩父市役所前の駐車場で行われます肉フェスタ、ぜひお出かけください、はい、それともう一点、はい、ですね、はい、今回、はい、駐車場のご用意が、ございません。はい、はい、来場される方、秩父市役所にご用の方はですね、伝承館の前の駐車場を一部使えるんですけども、今回のイベントで来られる方のための駐車場は、ごめんなさい、残念ながらご用意できてませんので、ご来場の際は、公共機関を使ったりですとか徒歩自転車などでお越しいただければと思います。はい、はい、そして私もちょっとお邪魔させていただきますので。そうなんです、はい小泉さんが毎年毎年名 MC としてですねビール飲みながら楽しそうにやってくれますんで、はい、ぜひぜひ、はい、はい、また今年もお世話になりますので、こちらこそ、はい、ぜひ皆さんで一緒に盛り上がっていきたいと思います、はい、そして秩父ではね、こう感じられないような他のこういう伝統芸能、はい、エイサーとかあったりしますので、はい、そういったところもまた楽しんでいただければと思います、はい、ということで8月13日ぜひお出かけください、はい、公展の場合は、9月3日に変更になりますので、はい、いずれにしても楽しめるイベントを、はい、皆さん心待ちにしてください。はい、はい、もしくは SNS もチェックしてください。はい、はい、ということでお送りしてまいりましたおもてなし TV、 いかがだったでしょうか。ゴーさん、はい、毎日こう暑い日はどんな風に乗り切ってますか。いや、私最近ですね、まあ、40超えまして、昔ほどちょっと体力がなくなっちゃいまして、もう冷たい部屋でエアコン当たってるのが一番ですねはい、あ、そうですね、もうそれが最高です。それが最高ですね、うん、それいいと思います。私もそこにずっといたいです、はい、でも本当暑い日が続いてますので、皆さんぜひお体にお気をつけください。それではまた次の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。どうもよろしくお願いします。